今日公開されたのは、先月稼働を始めた三菱自動車の新車開発を担う技術センターの中核部分です。新施設ではこちらのように吹雪の状況を再現し、極寒の中でも車が耐えられるよう日々テストを重ねています。マイナス45度の極寒から55度の酷暑まで厳しい環境を再現し、実車で実験を行う試験棟も公開されました。カルロス・ゴーン前会長の逮捕で、日産、ルノー、三菱の3社連合の今後に注目される中での報道公開。施設を訪れた山下光彦副社長は、3社連合の行方について聞かれると。今新しい技術がですね、どんどんこう必要になってくる中で、やはり1社だけで全部賄えるという時代ではなくなってきていますので、そういう意味でこのアライアンスの力を結束して、難しい技術開発に取り組むという方向性は、変わらないというふうに思っています。ゴーンショックの余波の中、三菱自動車は新施設で開発力を強化したいとしています。